はい、人間の皆さんこんにちは。 IT 系マジバーチャル YouTuber のくれないです。今日はこの間公開された0logon という脆弱性を紹介する。 0logon とは Windows のドメインコントローラーの認証を迂回する脆弱性になっていて、この脆弱性を悪用することで Windows のドメインコントローラーを乗っ取ることができるらしい。ドメインコントローラーっていうのは Windows のユーザーのログオンであったり集中管理であったりを担うサーバーのことで、これが乗っ取られると大変なことになってしまう。今日はこのゼロログオンがどのようなメカニズムで起きたのか簡単に説明する。この脆弱性のリスクだったり、アップデートする必要があるのっていう話題に関しては触れないから、その辺は自分でホワイトペーパーを読むなり別の文献を調べるなりして対応をしてほしい。この動画を参考にするときは自己責任でよろしく。じゃあ説明を開始しよう。さあ、まずサマリーから読んでいこう。まず最初にこの脆弱性の攻撃条件が書かれてある。それはドメインコントローラーに対して TCP 接続ができることですよというふうに書かれてあるな。この文かな。通常ドメインコントローラーが外部に露出していて直接 TCP 接続ができることを考えにくいのだが、誰かのパソコンがウイルスに感染してしまって乗っ取られてしまったということがあれば、ドメインコントローラーに対して TCP 接続ができるようになるかもしれないな。さらに下まで読み進めていくと、この脆弱性の悪用方法が書かれてある。この脆弱性の原因っていうのは暗号の認証プロトコルに問題があって、まず認証が突破できるということ。そして AES の利用モードが正しく使用されていないため、パスワードを空に設定できること、この2つが書かれてある。この2つを使ってドメインコントローラーのユーザーのパスワードを変更することで攻撃者がログインできるようになるみたいだな。さあ、それでは実際に問題がある認証プロトコルを紐ほどいていこう。まずはクライアントチャレンジとサーバーチャレンジというやり取りがされる。これは単にランダムな文字列をやり取りするだけだというふうに思っておいてほしい。ここまでは実は誰でもすることができる。そしてこのチャレンジと、あと事前に共有していたシークレットを使ってセッションキーを作り出す。このシークレットっていうのはパスワードみたいなもので、本来のユーザー以外は知らない情報になっている。そしてこのセッションキーを使って何を暗号化するのかというと、このクライアントチャレンジをもう一度暗号化してサーバー側に送信する。そしてここで暗号化されたクライアントチャレンジをサーバー側は複合化し、もともと送られてきたクライアントチャレンジと一致を調べることによって認証を行う。もしここで異なるセッションキーが使われてしまったときは、サーバー側もここで違う値になってしまうから認証が通らなくなってしまう。正しいセッションキーを知っているのはこのシークレットを知っているユーザー本人だけだから、これで認証が通ったことになるな。逆にサーバー側も同様に行われていて、サーバーも捏造されないようにここでサーバーチャレンジとサーバークレデンシャルがあって、ここで複合化し、こことここで一致を調べるというふうな処理が追加されている。そして、ここまでで認証が終了していて、ここからあとは、クライアントはサーバーのいろんな機能を使うことができるようになっている。さあ、それでは、この認証フローのどこが悪かったのかを説明していこう。どこが悪かったのかというと、このエンクリプトの関数の中身が悪かった。このエンクリプトの中身っていうのは、AES-CFB8 というアルゴリズムで実装されていた。AES-CFB8 っていうのはどういうアルゴリズムかっていうと、まず平文の前にランダムな16バイトのバイト列を付け加える。そしてここで AES を取って、先頭の1バイトとここで XO を取って暗号文とする。そしてまたここで AES を取って、でここの先頭1バイトとここで XO を取って、でここ暗号文とするというふうに繰り返していって、最終的に暗号文を得るというのが AES-CFB8 の流れになっている。 Windows で問題になったネットログオンではどういうふうな実装になっていたかというと、ここの IV が0で固定されていた。するとどうなるかっていうと、ここを AES で取った値は256分の1の確率で0になる。ここなんで0になるかっていうと、AES を取った値っていうのは、まあ、ランダムなバイト列になるのだが、ランダムなバイト列の1バイト目が0になる確率っていうのは、1バイトは0から255までだから256分の1の確率でここが0になる。さあ、そして、こことここで XO を取るとまた0になる。さらに、進めていくと、また0を暗号化したら、AES は同じ入力だと同じ結果になるので、またここで0になる。で、結果がまた0になってっていうのを繰り返していくと、0っていうものを暗号化したら0になりますよというふうな結果が得られる。さあ、
全部0の平分を暗号化したときに256分の1の確率で0になってしまうことの何がいけないのかをこの認証フローに立ち返って考えてみよう。まずここのクライアントチャレンジで全部0のバイト列を渡す。するとここのセッションキーに関わらずクライアントチャレンジが全部0だった場合、暗号化したものは256分の1の確率で0になってしまう。つまりクライアントはクライアントチャレンジで0を送った後にクライアントクレデンシャルでもなりふり構わず0を送信することによって256分の1の確率でサーバーはこことここの一致を確かめて通してしまうことになるんだよな。この認証フローっていうのはセッションキーはユーザー本人しか作れないという前提のもと成り立っているから256分の1の確率でここで通ってしまえばこの認証フローの前提が崩れてしまうことになってしまうんだよな。とするとサーバーはこの外部のどんなユーザーでもあ、このユーザーはユーザー本人なんだというふうに勘違いしてしまって256分の1の確率で認証が通ってこの後のプロシージャーコールが可能になってしまうというふうな流れになっている。認証が通った後、次に何をするのかというと、パスワードのリセットを行う。パスワードのリセットは、この NetR サーバーパスワードセット2という API を使って行う。この API では、パスワードをネット上に置きたくないので、暗号化して通信することになっている。この暗号化っていうのは、さっきこの、サーバーチャレンジとかで使った AES-CFB8 を使って暗号化を行う。鍵も同じものを使うな。なので、ここでパスワードの複合が行われてしまうので、そして我々は鍵を知らないので、好きなパスワードをクライアントは作ることができないんだよな。ここでデクリプトされてしまうから、ぐちゃぐちゃなパスワードがセットされてしまう。ぐちゃぐちゃなパスワードがセットされてしまうと、まあ、攻撃者も困ってしまうことだよな。まあ、ドス攻撃にはなるわな。で、どうするかっていうと、この実はパスワードにはフォーマットがあって、パスワードの他にもう一つ後ろ側にパスワードの長さもひっついている。ここで、さっき言った0のバイト列を渡している。ここで認証が通っているということは、0を暗号化したら0になることがわかっているんだよな。ということは、これを複合しても0のままということになっている。ここで、これを複合化すると、長さ0のパスワードですよというふうにサーバーは解釈する。その結果、エンプティーパスワード、つまり無のパスワードがセットされてしまって、攻撃者はこの無のパスワードを使ってさらに新しいパスワードを登録することで、管理者権限のパスワードを攻撃者が得ることになってしまう。これが大まかなゼロログオンの攻撃の流れになっている。さあ、最後にこの脆弱性の原因となった AES-CFB8 を僕でも実装してみたので、そちらを見ながら今日は終了するとしよう。IV は Windows の脆弱なものと同じで 0バイトを16個で埋めたものとなっている。暗号化は1バイトをずらしながら AES をかけていくさっきのアルゴリズムを実装している。 AES の先頭1バイトを取って X は取るっていう流れだな。一応、今回は紹介してないが複合も実装しておいた。で、本体はどうなっているかというと、まずは32バイトの鍵を生成し、ランダムな鍵を生成する。で、0バイトで埋めた平文を暗号化して、もし暗号文も平文も同じ結果だったら、found ですよ、見つけましたよという風な結果を出力して、そしてカウントも進める。そして最後に暗号文を出力する。で、このカウントを最後に集計結果として出力する。といった流れになっている。じゃあ、実行してみよう。集計結果が1万回中49回0バイトがそのまま出てきましたよというふうに出ているな。実際に探しに行ってみよう。ほら、こんなに0バイトのまま出力されてきたものがある。このタイミングで認証が突破されて、そしてパスワードがリセットされてしまうということだな。1万回中49回ってことは、まあ、0.49% っていうことで、まああんまり高くないんじゃないかなって
というふうに思う人がいるかもしれないが、Windows のこのチャレンジっていうのは、実は回数制限がなくて、3秒程度リクエストを送信すれば認証が突破できるようになっている。って考えるとかなり高い確率だよな。もし、この IV が0バイトじゃなくて、ランダムなバイトだったらどうなるかというと、よいしょ。ランダムなバイト列だったらどうなるかというと、ほら、1回も一致しない。だから、この IV を0で固定しないっていうのが大事なんだよな。だからみんなも気をつけような。これ CTF で出そうな気がするから、もし出たら僕の動画のこと思い出してな。あと宣伝もよろしく。さあ、ここまで見てくれてありがとう。絶対にこの動画を悪用しないでな。もしいいと思ったら、高評価、あとチャンネル登録もよろしく。じゃあ、また会える日を楽しみにしてるぞ。バイバーイ。